ラボ石川のサーブから始まります。いつものようにちょっと天井の照明を確認しました。3球目得意の形でいったんですが、まずこのボールがアウトで最初のポイント森さくら。今度は石川です。2人のこの対決です。 T リーグでもそれぞれのチームのエースとして活躍しています。おー、押し込んできた。実は藤井さん、はい、今日試合前のこの練習の時に藤井さんも見てて、森さくらはすごい調子いいなと、はい、いやもう本当に、もう台の端っこを自分がフットワークしながらね、はい、振り分けてましたからね、もう本当に素晴らしい動きも、プレーもしてましたよね、はい、しかし石川ここは見事なカウンターです。これで2対2。日本をもう10年以上支えてきているこの石川佳純です。そして今度は森さくららしい大きな声が出ました。本当ね、このガッツあふれるプレーにね、はい、もう本当に目いきますね。そうですね、森さくらインドリーグなんかもね、ちょっと挑戦したりとかして、そうですね、まあ、やはり海外に挑戦するってなかなかね、勇気のいることだと思うんですけども、そこでいろんな成長が見られたんじゃないかなというふうに思いますね。そしてこのプレースタイルでインドでも非常に人気が高くなって、最後はもう桜コールが起きたそうですからね、はい、そうなんですね、もう本当にね、応援したくなるガッツあふれるプレーですよね。ですね。さあ、その森さくら2点リード、これは合いませんでした。石川佳純がミドルに持っていきました。ね、石川選手のこのようなこうコースをついたり緩急を入れたりっていうこのね、素晴らしい緩急の入れ方、素晴らしいです、お互いにカウンターですが、ここは森さくら、この練習しっかりしてましたからね。そうでしたね、はい、練習の成果が出ていますね、はい。ロングサーブでいく。おお、しかし森またバックハンド。このね、石川選手のボールはあれのようなカウンターってなかなかやりにくいと思うんですけども、素晴らしい打点でしたね。そうですね。いや、しかし今度は石川が踏み込んでいきました。ああ、張本も手を叩いています。日本代表チームとして張本もこの後第7試合登場です。今度は森がロングサーブを見せた。今のようにね、これはもう1ゲームしかないということで、はい、もうサービスも一本一本ね、選手はみんな工夫していますね。そうですね、表情も2人とも締まってきました。今度は石川がよく拾っています。これでまた2点差。いや、見応えある試合ですね。まさに両チーム女子キャプテン同士の戦いにふさわしい、そんな一戦です。流した、これはうまい。今のようなね、はい、相手を見る目ですよね、やはりこう相手が少し動いたところをすかさずこう相手の打ちにくいところに返球していますね、はい。これは合いませんでした。大きく吠えた森さくら。さあ、またリードを広げます。おお、素晴らしい。バックサイドをついて最後はストレート。コース取りがね、ストレート打つのはなかなか難しいんですけども、チャンスを作ったバックストレートも素晴らしかったです。そうですね。今度は石川。石川は今度厳しいコースに持っていって、また2点差、食らいついていきます。さあ、ここから石川のサーブ2本。サーブで1本返しました。一本ね、回転量も変えてますよね、石川選手。ナックル出したり横を出したり変化をつけています。
森が打ち勝った。さあ先にマッチポイント森さくら。石川選手もね、相手の卓球をさせながらも自分のプレー領域に引き寄せるのはすごくうまいんですけども、それ以上に森選手が石川選手を研究したこの、ね、コースの待ち方素晴らしいです。ネットインで、あーっと最後はネットインで決まりました。ここは T リーグ選抜の森さくらが勝ちました。さあこれで T リーグ選抜は4勝目を挙げて勝利の王手。一方日本代表選抜はこの後張本届かず、日本代表チームの窮地を救うか。さあ張本の登場です。